だから一本勝ちできる技を練習する打ち込みの時に気をつけてもらいたいポイント3つを説明していきたいと思います。この3つをしっかりと気をつけながら練習してもらえればきっと皆さん方の技は一本勝ちできる技に成長していくと思いますから、ぜひともこのポイントを抑えながらこれからの打ち込みの練習をやってほしいと思います。まず最初に一つ目のポイントとしまして、それぞれの技に入るときに一歩目の足の位置を気をつけてもらいたいと思います。例えば背負い投げであれば1、大内刈りであれば1、2、この一歩目の足がどこに入ればいいかを理解して技に入るようにしてください。二つ目のポイントとしましては、どの技もそうですけども、技に入った時にしっかりと自分の胸を張るということ。例えば背負い投げをやるときに自分の姿勢が悪ければおのずと自分の力は相手に伝わりませんし、見てわかるように自分の背中と相手の胸離れてますから、うまく相手を背負うことはできません。しかしここでしっかりと胸を張ることによって、見てわかるように、自分の背中と相手の胸しっかりと密着してますから、相手を自分の背中に背負うことができます。3つ目のポイントですけども、どの技も技に入った時相手を投げる方向の真正面をしっかりと自分の目で見て入るようにしてください。背負い投げの場合ですけども、技に入ります。入った時に真正面、私がよくやっていましたけども、真正面に目印をつけるんですね。今回は赤いバッテンをあそこにつけてますけども、あのバッテンを自分の目、三角形に見るように、まっすぐ見ない。あのバッテンを三角形に見て入る。そうすることによっておのずと姿勢のいい技になりますし、この三角形に見ることによって、自分の体に一つの軸、ぶれない軸ができますから、バランスを崩すことなくその技に入ることができますから、3つ目のポイントとしては、技に入った時に投げる方向の真正面に目印をつけて、その目印を打ち込みに入るたんびに一回一回しっかり見てから技に入るということ。この3つのポイントをしっかりと気をつけながら練習してもらえればきっと皆さん方の技は一本勝ちできる技に成長していくと思いますから、ぜひともこの3つを忘れずに頑張ってもらいたいと思います。